こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は、オーバーサイズですね。まあ、大きな商品。Amazon のキッチンで、サイズが大きな商品は、オーバーサイズという扱いになってます。その商品の納品方法ですね。それについてお話しします。まず、オーバー商品だと思ってない場合がほとんどですね。まあ、なんじゃそうだった感じで、なんで納品が分かれちゃうんでしょうねって言って、調べるとオーバーサイズだというのがよくあります。で、オーバーサイズの時の対策なんですけど、まず対策1、オーバーサイズだって、まあ、ただ単に認識してですね、そのままオーバーサイズの商品を何個かまとめて送ると。まあ、これはオーバーサイズは普通のサイズの商品と納品先が分かれますんで、例えば1個だけオーバー商品だった場合ですね、1個で国際発送しなきゃいけないと。そうすると送料が割高になっちゃいますんで、まあ、例えば5個とか10個とかですね、別な種類の似たようなオーバーサイズの商品を送ると。で、これ、一般的にね、輸出とかやってる人って、小さくて軽い商品がいいと思い込んでる方が多いんですけど、儲かる商品は逆にオーバー商品、ね、大きな商品だから、ライバルが少なくて儲かるってこともあります。まあ、そういう商品が見つかることもあるんでね、別にオーバーサイズ買ったの失敗じゃないです。まあ、儲かるかどうか試してください。ただ、1個で送ると送料割高なんでですね、何種類か、まとめて送ることをお勧めします。次に対策に、例えば、折りたためる形状の、ね、サイズを変えられるもの、であれば、オーバーサイズじゃないサイズにしちゃえばいいんですね。で、オーバーサイズっていうのは、この、長い辺が38センチ、あ、えっと、この長い辺が18インチ、45.7センチ、真ん中の辺が35.6センチ、短辺が20.3センチの、どれか一辺でも超えたのがオーバー商品なんですけど、例えば38センチ、38センチ、5センチっていう商品はオーバーサイズになっちゃいます。だけどパカッと2つに折りたたんでですね、38センチを2つに折りたためば19センチ。で、短いところが厚さが増えますんで倍の10センチになると。この場合はオーバーサイズじゃなくなります。まあ、このようにして送るっていうのが、対策の一つ。まあ、ただね、別サイズ、サイズ変えましたんでね、カタログも変える必要があります。まあ、カタログ作るのがね、初めは、難しいと思いますんで、カタログ作るのがね、問題なくなってきたらこの対策に移行に進むと。で、対策3。これね、そもそもがオーバーサイズじゃないのに、インチとセンチを間違えて登録されてオーバーサイズとかってことが、たまにというかよくあります。その場合、Amazon にサイズを直させるのは非常に難しいんでですね、というか無理です。まず送ってくれれば、こっちでサイズが違ったら標準サイズにしますよって返事来ますんで、それだとね、納品が分かれちゃうっていう対策にはならないんですね。その場合はもうカタログ作っちゃった方が早いです。正しいサイズでカタログを作って納品してください。まあ、他にも、まあ、対策というかやり方はあるんですけど、おおむねこの3つでね、ほとんどのケースは対応できますんで、オーバーサイズの際は、この3つの対策で、対応してください。もちろん、個別にね、これ折っちゃって大丈夫でしょうかとかね、これカタログ作るのは、大変なんですけどとか、いうのはご相談になりますんで、お気軽にご質問ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。